僕らの国会皆さんこんにちは皆さんこんにちはどうぞ。令和五年十月五日に収録を行っています今回のテーマアメリカの民主主義は死んだのかということでこのテーマについてお願いしますあのこれは皆さんご存知の通りアメリカの会員で、えーまあ、微妙だというぐらいの報道しかなかったのに実は会員議長が追放されるっていうね。はい、史上初ということなんですね、えー、当たり前ですよね、はい、あのー 民主主義において議会の議長が追放されるっていうのが、うん、その発展途上国やクーデターが起きたりする状況だったらあり得ても、まあ、日本とかアメリカとかイギリスとかそういうところで、まあ、考えられる話じゃない、はい、だから新聞の扱いも本当こんなだったんだよね。うん、それを蓋を開けててみたらああ実はは予想を本当は覆して、うん 議長が追放されてしまったアメリカ合衆国って大統領がいらっしゃって大統領なんかあったら次当然副大統領が大統領になりますケネディが暗殺されたらジョンソン副大統領が大統領になったでもその後は例えばホワイトハウスで会議してる時にに何かがあって大統領副大統領が両方とも倒れたらその次になるのは実は上院じゃなくて下院の議長なんですよねだから民主党でしょ今大統領が副大統領もカマラ・ハルスさん民主党ですよね でも3番目は共和党の下院議長がその権利を持っているので実際、何が起きるかわからない現代の世界ですからこれはそれを自ら葬ってしまって下院の共和,共和党議員の造反によって下院議長が今、不在になっていてそれで今、共和党の中からですねあのいわゆる穏健派というか主流派というか追放された議長と同じグループにいる。 だから追放した側からも手が上がりこれは早ければ11日に選挙やりたいって言ってるけれどもしかしもともと今追放された議長も15回も選挙を繰り返してようやく選ばれた回、はい、そうすると実はアメリカは大統領選挙が現職のバイデン大統領が実は今のアメリカのたったよ調査だと。 トランプさんん負けるんだよね、はい、でその原因は「HisAge」ってみんな言ってて、うん、要するに2期目終わった時に86歳になってるで今もあの女王陛下永遠になれて急に女王陛下が亡くなったってのをおっしゃったりするんで,そ,で、ねはい、そこに不安があって、まあ、トランプさんももう77なんだけどでもトランプさんはその不安がないってことになっててだからやっぱり世界全体にこう高齢化してるわけだけどその状況で。 バイデンさんが辞めるって言わない限りは例えば今のカリフォルニア州知事なんかはもうかつてだったらおそらく大統領候補になったと思うけど現職は辞めないと言ってて新しい民主党の候補が出ると当然、割れるから負けちゃうので、はい、声を上げられない。でもじゃあトランプさんの方は無事に 前負けたけけたたど今今度無事に出ててくるかって言っ言ら今はももう選挙戦よりもこう法廷ななきゃいけないトランプさんは当然選挙妨害だと激しく怒ってらっしゃるけれどもしかし訴追される候補になってしまってるから大統領選挙がまあはっきりとゃぐちゃなわけです。と当然民主主義を支えてるのはあの日本の三権分立と同じだけど大統領という権限があってで議会というものがあってで司法があるわけだけどこの。 両方ともだからトランプさんの主張だと司法まで含めて全部ぐちゃぐちゃになっていると、ね、だからアメリカの民主主義は死んだのかと言わざるをないこれはあの日本にも当然影響が激しいんだけど大きいんだけれどもしかし今日のキーワードが何かというと実はこれなんですよ。ねはい、民主党の人、うん、これどういうことかというとですねあのアメリカの 今話した下院で議長が追放されるされないの投票の時に、はいえー、議長と同じ政党の共和党から8人造反したからこの、はい、追放が決まってしまったってなってるけれども、えー、その共和党の造反がなぜ起きたかというと共和党のこのマッカーシー議長が民主党と、うん 妥協して、はい、妥協の理由は党利党略じゃなくて予算がなくなっちゃうので予算が切れちゃうからつな、うん、ぎ予算を作る上で民主党と話し合って妥協が成立してだから11月までこのつなぎ予算が成立したわけですよ、ね。はい、そうすると民主党かでしょ 下院って共和党のがあが少し多いけれどもでも民主党もここまで来てるわけだから民主党が民主党の208人ってこれ投票した全員なんだけど、うん、これが反対してたら議長の会任なんかなるわけないんそうですね共和党の8人ってずっと報道されるけど違いますよ、うん、本当は民主党の208人が恩義があるのに。うん 恩義がある議長を首にししろっての賛成しちゃったからですよね。でそうしたかというとその議長に対してもともと民主党不満があって、はい、話の裏表がピタッとこう一つになるのはバイデン大統領を弾劾しようというのを、うん、そのマッカーシー議長が、うん、主導してたからですうん、うん、で弾劾っていうのは前もこの動画で何度もやりましたが次男のハンターさんっていうね、はい、ハンター疑惑があって。 それに関連してんじゃないかとでバイデン大統領はもちろん強く否定なさってるけど、うん、とりあえず会員で共和党が多い会員でその審議をしようと審査をしようということになっててでそれあの民主党がなけしからんと言ってそんな議長は通用してしまいになったわけですよね。うん、これ何を言ってるかというと日本だとどうでしょう日本だと、はい、日本もあの大きなことを言えませんよあの国民に顔向けはできないようなことがいくつも起きますけれど。 ただおそらく、まあ、これはあくまで過程ですよ、でもこれ、日本で起きたとすると、つなぎ予算を妥協で成立させた議長を、そ,のそういう意味で、えー、考え方の違いがあって、例えば、例えば日本に置かえたら現職の総理を激しく追及してても、そこで働きを考えたら、この追放することに賛成したりは僕はしないと、うん、何を言ってるかというと、これがアメリカなんですよ。 だからアメリカの民主主義が死んだのかっていうサムネイルを僕がつけてみんなの同意を得てこれ皆さんに見てもらってるんだけどその通りなんだけど実はアメリカはもともとこういう国なんだよ。だからアメリカ基準で私たちが今まで考えてきた日本が戦争に負けてからアメリカになさることは正しいんだとベトナム戦争で問われイラク戦争で問われしてもなおかつずっといや民主主義のお手本はアメリカだっていう認識を僕も含めてみんなが持っていることが 実はそう崩れしてるしもともと実はそうだと。うん、で日本だったらこれ起きないでしょうっていうのは正しいと言ってるわけじゃなくて、うん、いい悪いを超えて、うん、That's American です、ね、この結末ね11日に仮に投票あったとしてそこですんなりいったとしても共和党の中の分裂は止まらないなぜかというと造反派はトランプ派なんですよね。うん でトランプさん、今訴追されていることについて共和党の中でも訴追される理由があると思っている議員の方がむしろ数としては多数派なので、はい、まあこの分裂ぶりが世界に当たる影響は非常に大きいのとやっぱりまず1個のことを現実に言っておかなきゃいけないのはアメリカの良い面っってやっぱり情報をはっきり言うべき情報をはっきり言うところであって国防総省の報道官が、はい。 大統領権限で動かせるお金って今大体日本円で8,000億円今日あるわけですけどそれをこう使うとしてもウクライナに今と同じ支援できるのはあと2か月は終わりだって言ったわけですでちょうどつなぎ予算っていうかこのつなぎ予算はそもそもウクライナの支援が入ってないわけそうするとこのつなぎ予算を乗り越えてまともな予算を作らない限りは アメリカの支援がパタッと耐えてしまって、はい、それとロシアは大喜びで、うん、今、劣勢に立っているのがあっという間に逆転するこれ国防総省の僕の知り合いもそういう見方ですが現実の見方として、うん、これをこの淡々と事実に即して言うとそれが起きたら今までアメリカ国民の犠牲のもとで支援してきたことが全部パーじゃないそうですか、ね、それと国連の安保理の常任理事国なのに侵略した方がやっぱり正しかったってことになりかねない。うん 何もも、かアメリカの民主が死んだのかっていうより世界は死んだのかって話になるわけですよね。うん、だからそこを私たちは考えないといけないのであの隣国で起きてることだからっていうんじゃなくてのアメリカのおかしいことがおかしいとこの日本がむしろリーダーシップをとって突きつけるべきだと考えてます。どうぞ。 共和党の強硬派がすごく反対しているこのつなぎ予算の民主党側との妥協っていうのはどういった内容だったんでしょうかだからまずウクライナ戦争への支援を予算からごっそり全部外してしまう、うんはい、だから本当は民主党やバイデン大統領が見たらとんでもないですよね、うん、とんでもないけど、まあ、そマッカーシー下院議長の政治的手腕で。うん 一番共和党の強硬派が言ってたのはトランプ大統領自身もそういうことをお話の中に入れてるけどウクライナの支援する金があったらアメリカ国民に使えと、はい、どっかで聞くような話をこうしてるわけで,す、えー、でそこを外してしまったからこれは共和党としてはオッケーなはずなんですよだけど共和党の強硬派が今何言ってるかというととにかく民主党と手を組んだのはけしからんって言ってるわけですはい。<laughs> で<も>はい 議会で共和党と民主党が絶対妥協しなくて。お互いぶつかってるままだと民主主義がまさしく死ぬんですよね、えー。予算通らないですもんね。うん、でも予算予算もそうだし、はい、もう何もかも動かなくなっちゃうね。えーえー、だから違う政党でしかも拮抗してるから妥協するっていうのが本来の。えー、たったあの数奇跡の違いで何もかもこっちは全部正しいって決めてしまうっていうのは本来民主主義じゃないっていうのは。いろはのいの。ね、エービーの A の。 その前みたいな話な話んですよ、うん、だからこれはどういうことかというと要は大統領選しか見てない、うん、でもっと言うと要するにトランプさんしか見てないしもっと言うとトランプさんじゃなくてトランプさんに対する熱狂的な支持者がいるから、うん、自分の選挙区考えたらそこに媚びを売りたいということに実は落ち着いちゃうんですよ。人人を見ていいくくと数そんんなな多くないんで 僕は知ってる人も中にいますからそうやって見ていくと、はい、もうそこに落ち着いちゃうわけ<ー>それがこうこれね一歩目で言ったその消費減税についてね、はい、あのテレビ局の取材でもこう何のためにやるんですかって話があったけどこれはアメリカの政治がこうだと例えばあの経済も金利を上げるばっかりでね、うん、だから。 いいいつアメリカはバタンというか分かんないこれだけ金利高くなっちゃうと例えば住宅ローンの金利が高くなるしそれから国債の金利ががどどんどん上がっていくわけですよねでアメリカ国債が発行しにくくなってるっていう実態もあったりして政治の混乱が経済にもすごく影響してるんでだから日本がここで消費減税をやってちゃんと無関連の出口を確保して経済をちゃんと軌道に乗せるってことを やらななきゃいけないけ世界に対する責任でもあるんですって話をしたんですけどのなことは全然あのちゃんと収録はしてんだけど使ってはくれない、ね、でもそこは実は肝心なところなんで共和党のこの造反をこの強硬派とか右翼とか保守派とか言ってるけど全然関係ないんで強硬とか保守とか右翼とか関係なくて選挙事情なんです。 そうなんですねなんか自分の選挙事情だけを考えてしまうというその分母の狭さ、小ささっていうところがアメリカ国内にもそうですし世界全体に悪影響を与えるっていうところを本当にしっかりと考えてほ、うん、しいなと分母,分母って表現もあるかもしれないけどまあ器が小さいってことでもあるよねそうですねあのね、言ってはならないことを言うとねはい。やっぱりに現れてんだよねへえ<ー>、<laughs> そうなんですかそれで今ワシントン行けないから <laughs>、はい、あのー。 アメリカのテレビ放送で見てるだけだけど、はい、今それ見れ見るじゃないですか日本で,そうですか日本そうするとまあ、ゃり方もそうだし顔つきにやっぱり現れてるんでんまあでも僕は逆にそこに人間の救いを見るけどねーまあ、ま万、あ、事ちょぼちょぼ、はい、僕も含めてやっぱり癒やしいことを考えてると顔に出ちゃうしうというふうに思っています。 ありがとうございました、はい、では今回のテーマ以上にしまして野草サロンにいただいた感想をご紹介する前にはい、はい、こちらのご紹介です。えっとこの放送のアップが10月の6日になるのかな、はい、で10月10日かちょっと前に本屋に並ぶんであのまだ出てないんですけどこの意味がこの本の最後に ありますのでええー、よかったら読んでくださいはい、はい、えっと、まあ、正直よく出せたと思った <laughs> そうですねアフリカで,リカで蚊の大変に襲われながら書い <laughs> ていた時には予定通り10月10日に出せるとはもう思えなかったですよ <laughs> はい、まあ、血と汗と涙です、うん、んまあいつも同じですけど お手に取ってください。はいはい、はい、そして、野草コー交差の感想をご紹介します。あ、これはもう、あの、予約はとっくに始まってますから。はい。 はい、えー。感想注意報を受けて私のエピソードを投稿したくなったので書き込みます、はい、嬉しいです私は海外在住でして夏に日本へ一時帰国していました、うんうん、野草交差路は、えー、今時は海外からでもネット注文できると思いますが日本の書店で買おうと心に決めていましたので購入を我慢していたのですはい。エビスの書店へ立ち寄る機会があったので、うん、早速文学の棚に向かうと 特に注意して探していなかったのに、えー、背拍子がパッと目に飛び込んできましたということは一冊だけこれつ面で置いてあったんですね正直探すのにもっと手間取るものと思っていたので、うん、嬉しい開講でした、うんえー、最後の一冊だったので私の購入後に書店に追加されることを願っています、うん、さて家に帰り、うん、<laughs> 読み進めようとしたものの、うんうん、お盆や 親戚行事に暴殺され、はい、帰国中の読破とはなりませんでした、うん、でも日本の近代史の雰囲気を感じ、うん、現代の私たちの営みへと続く流れに浸りまししした。た谷崎純一郎のさんを思い出したりもしました。うんうんうん 他の,読,書の読者の方の感想で触れられていたシーンに差し掛かってああここだなと思ったり普段の読書とは違うアプローチでも楽しめましたしかしままだ読していません日本を断つ最後の日に一気に読んでしまうのはもったいない気がして読み残しは次の帰国の際の楽しみにとっておくことにしました。はあはい やっぱり持ってくれば良かったなと少々後悔していますけれども <laughs> 夏の間視聴が追いついていなかった動画も今再生中です分かりやすい解説をいつもありがとうございますどう物事を捉え行動するか常に考えさせられますという感想をいただきました、はい、ありがとうございます,います谷崎潤一郎っていうのは文豪と同行っていうのはあまりにも先日おこがましいんですがえっと時々言われますよね そうですか谷崎潤一郎の作品を思い出したと、うん、でですね、はい、少年時代あの、むちゃくちゃ読んでるじゃないですか、はい、で谷崎潤一郎さんは、ちょっと苦手な、僕と体質が違う、うんですよ、うん、それでもまあ大変光栄に思っていいますはそして、チャンネル登録シリーズです。はい、今回のお話は 食い物に、はい、食べ物に戻っていてですね、はいえー、前回ですね寒いモスクワの外から地下に入っていったらそのあったかみでロシア料理の,この本当の意味が味が味わいが分かったっていうことを言いましたよね、はい、実はもうそれを思い出すとね必ず思い出す光景があって。はい えっと、モスクワからちょっとこっち側に来たところに旧5戦争の戦場になった、うん、例えばあのサラエボっていう都市があってね、はい、でそこに入った時にあのモスクワは当然きれいな街じゃないですか。でその時のサラエボって例えばサッカー場に遺体が並べられていたような状況だからこう見渡す限り瓦礫で、うん、でそこを歩いていくと。 学校と教会とそして図書館が一番徹底的に壊されていて宗教文化の争いっていうのはこういうことになるんだと思っていたら図書館がもう徹底的に壊され焼かれもう本は根こそぎあのなくなってる近くであの地下をこう掘ってるんではないんだけど 瓦礫の中にこう若い男性たちが入っていって、はい、がれきの一部をどけてあの臨時のレストランにしてるとこがあったの。もともとレストランだったわけじゃないって言ってたけど<ー>それでそこでね、まあ、食べ物もあんまりなかったんだけどスープが出てきたの、うん、でそのスープってあのお皿はなんかすごく大きかったんだけどみんなね僕のすぐ横であのこうやって首出して。 大きなお皿にこう首突っ込んでるとっても若い男性の表情とよく覚えてるんだけどあのお肉とか入ってない、うん、でもあのお芋さんは少し入っててね、はい、でそれがあのやっぱり外はすごく寒かったんだけど、うん、そのちょっと地下に入ってそしてみんな肩寄せ合ってこのまあ戦争で何もかもめちゃくちゃになった中で。 肩寄せ合ってスープ飲んでるとやっぱすっごくあったかいっていうかあのこれがスープっていう食べ物かと思ったよ僕は正直あのスープの色とか味わいとかそれからなかなか英語通じなくて、はい、でもあのこれはねこんなの参考になるかどうかわかりませんが世界行ってそこの人と仲良くなるっていうのはやっぱ食べ物を一緒に食べるお酒よりも食べ物だよねうん,うん。 まあ、食べ物のお酒は特に寒いところは絶対つき物で体を温めるために、はい、でもその現地のものを食べるっていうのがやっぱどれだけ人間に近づけるかってのはそれは僕の実感でだからいわゆるゲテ物も僕日本では全く食べられません日本に帰ると全く本来は日本人に戻るからでもそこへ行くと信じられないものも食べられます、うんはい、これも言わないけどだから今はゲテ物じゃなくてあのむしろ 何も入ってないようなスープだけどやっぱ気持ちがすごく入っててレストランじゃないところに僕にもそのスープを分け与えてくれて向こうからしたら「こいつは一体何なんだ」と。<laughs> そうですよねで日本って言ったってて言たそんなのもうあの想像の外じゃの兵士でもなければ今みたいに国会議員でもない何だろうと思いながらもあの英語が。 ほとんど通じないのに、ものすごい気持ちが通じた。あのスープってやっぱり。うん、生涯忘れがたい。一口二口だよね。はい。チャンネル登録。はい、チャンネル登録はね。このここ、ここの顔がもうこの辺にあった。あの、目の綺麗な青年って言いたいところだけど。僕は。あの瓦礫の中で。焼けただれたい。 生きてはいるんだけど焼けただれていた少女で足も骨折しててやっぱりあの子に痛いね大丈夫ですかそれはあの子にチャンネル登録っていうのは何とも言いようがないけどただ生きようとする気配っていうかね、うん、やっぱりあのまあ 戦地っていうのは行った行ったと僕は言ってるけどまあ3回しか行ってないわけだけどやっぱ子どもの犠牲がすごいんですよねイラク戦争で言ったら前いったと思うけどここにこんなねこのこぶを作った子ね、はい、で僕は米軍に劣化オランダに違いないって言って根拠はないって言ってえらい言い合いになったけどやっぱ子ども感受性が強いこともあって。あの まだこう自分を守るすべってやっぱり弱いってのよく分かるんだよねでだからあの場面あのがれきを思い出した時にやっぱりあの女の子だよね今どうなさってるかね、うん、もうちゃんと生き延びてらっしゃると思うけど今サライボなんかも,もう全くあの戦争の痕跡がないくらいに綺麗になってるんですがただしですね僕は楽観してないのは人々の心の中に淀んだ あの記憶ね隣人をまさかりで殺し合ったようなねで僕は物書き作家なので文化っていうものすごい熱を置いてるけど宗教や文化の違いっていうのはここまで残酷になることがあるっていうのは僕は今も僕の大事な教訓として胸に刻んでますあのですねあの中国の動画はよくやるんだけどその中国の人々を差別するようなことになっちゃいけないということを前の動画でも言ったじゃないですか そうするともちろん全員なんだけど書き込みで何回長文が来てけしからんとねあの要するにそういうこと言うなっていうのはねいやもうそれはそれでこうちゃんと読んで尊重もしてますけどやっぱりこう僕が今感じてるはっきり言うとお互いがこう差別しても構わないようになったら日本人だってそうされるんですよね。でそれは とにかく子供を見てると、な,かないからね。で、そのことは、やっぱり僕は考えるべきだと思います。これでまた、あの、うわあ、とこのかもしれないけど。じゃ、最後に私から一言。どうぞ。チャンネル登録をぜひ皆さん、お願いいたします。そして、独立講演会のご案内です。え、はい、十一月十九日、東京にて開催されます。こちらのお申し込みは、十月十日のお昼から開始となりますので、ぜひお越しください。 今僕らがどこに向かおうとしてるのかっていうのをやっぱり万人と共有することはできないけれど万人との一致点を探すでもその入り口っていうのはやっぱり志を持って集まってくる人と胸の中を打ち上げて秘密の話も打ち上げてするのがやっぱりあの大事なステップだと思ってますから独立講演会はそういうい場でです単なる講演会では全くありませんそこにおいでください。そして同時に 実はいろんな考え方あっても私はこの7年8年、えー、議員やって思うのは住民人の中から変えるっていうのがどれほどの王道であり近道であり本来の人間の進む道かってことを痛感してますそのためにはしがらみのない党員になっていただくし,しがらみのない党員っていうのははっきり申してここの事務所を通じて党員になっていただく以外にありません現実にありません、えー、それを私はあ,あえて 確信を持って申し上げますはい、はいえー。動画の下の説明部分概要欄からお申し込みいただけます、えー、それでは今回もご視聴ありがとうございました